7.8の再来。犯人に関するとんでもない話が出てきました。この事件、やっぱり何かがおかしい。アメリカ大統領選挙に関する ペンシルバニア州でトランプ大統領の演説集会が行われていたんですけども、その場所でなんとトランプ大統領に対する発砲がありまして、大騒ぎになってます。皆さんもすでにニュース見たと思いますけど、結論から言うとトランプ大統領は 無事です当時、数発の発砲が確認され、トランプ大統領の右耳をかすって流血はしていたものの、命に別状はどうやらない模様。狙撃していた犯人は現場にいた警備員にすでに荒れされて、 命はもはやないとのこと。実はトランプさんは大統領在任時から幾度となく命を狙われており、これ初めてではないんですけども、今回2024年大統領選挙のトランプさんの大優勢が伝えられる中、このような暴力によって現実を変えようとする動きは決して許されることではありません。同じようなことも現職の大統領バイデンさん。もちろんトランプさん性的ですけど、許されることではないというふうに 発言しておりました。じゃあこれ一。 誰がやっったのかって話なんですよねそもそも、ここ最近、トランプさんに対する非常に不穏な情報が飛び交っていました。それは、トランプさんを、もしそれしても犯罪ではない。というような発言が、インターネット上にそこかしこに飛び交っていた。最初、これは誤報だったんですけど、A で始まる某集団の人たちがこれをやったって言われてました。まあ、それを聞かされても差もありなんていう話なんですけど、どうやらそれではない模様。なんで そしてこの実行犯はすでにこの世にはいないんですが、この人物は一体何者なのか、いや、背後に誰がいるのかって話なんです。 ま、今、トランプさんはアメリカ各地でラリーと呼ばれる、ま、演説集会をいろいろと催しているんですけど、つい先月の話、ミシガン州での出来事、実はデトロイト警察が勝手に人を会場に入れていて、身体検査をしていなかったことから、シークレットサービスが再度入念な検査をやり直すっていう、決して起きてはいけないことが起きてしまってたんですよ。まあ、トランプさんって、ま、その言動から好き嫌いがはっきりするタイプで、 憎んんでるる人もたくさんいると、こうしたイベントは格好の場所であり、警察はむしろ警備厳しくしなきゃいけないはずなのになぜ人を勝手に入れていたのか非常に気なくさいんだとそして今回の狙撃した人物に関して会場にいた人が ある発言をしています。その人は狙撃する人物を目撃していたんです。屋根の上に不審な人がいると近くにいた警察とシークレットサービスに通報、連絡したらしいんですけど、なぜかこれが聞き入れられず、 ことは起きてしまったんですよね。なぜ見過ごされてしまったんでしょうかもしかしたら考えたくないことだけど、トランプさんの身の周りに実は敵がいるんじゃないかって話なんですよ。それで思い出すのが、ちょうどつい先週発生から2年を迎えた7.8事件。最大時で起きた安倍ちゃんのあれですよ。あの時も実行犯が発砲した一発目、そして二発目の時も SP は棒立ち状態だったんですよね。 まるでそれを見ているかのような動きをしてたんですよ。あれって未だに謎の一つだって言われてるんですけど、今回のトランプさんの件も、なんか気なくさいぞって思うのは私だけでしょうか。じゃあなぜ今回トランプさんは狙われたのか。実はそれ2年前の安倍ちゃんと同じ理由だって。 話なんですよ。トランプさんって、安倍ちゃんが亡くなってから、公の場で安倍ちゃんのことに3回言及してるんです。その中の1回、とても意味深なことを言っていて、安倍は税によってほふられたんだって言ってた。彼らって言ったんですよ。実行犯は Y1 人のはずなんですよ。でもトランプさんは税だって言っていた。これね、何かを知ってるんですよね。そして、トランプさんと安倍さんに共通することが一つあります。 それが、例の国際機関からの脱退をほのめかしていた件。そういえば、昨年、スロバキアの首相も、これの未遂が起きてるんですけど、この人は、同じく国際機関が推し進めてた、例の条約に関して、拒否を示していたし、祝賀に関する汚職に関して、全面的に捜査しますって、公言していた人物だったんですよね。あるい においてこののスロバキアの首相とと安倍ちゃんんトランプさんは繋がるわけですよそして3人とも命を狙われているという事実。前にトマベチ博士が、ちくわに関する広告塔にならないかっていう案件を断ったことがあるっていう話してたんですよ。トマベチさんの同僚はそれを受け入れたらしいんですけど、それから数週間後、自宅で謎の多秘を遂げているんですよ。 トマベチさんの考察ではおそらく敵対するちくわの会社との何かなんじゃないかって言ってたんです。そこにはとんでもないどん深いみが広がっているわけ。そしてトランプさんはあれからの脱退をほのめかしていた。もちろん2024年大統領選挙で彼が通ってしまったらそれが実行されてしまうからこれは何としても阻止しなければならないことなんですね。そう考えると事前に 分かっていたのに、警察やシークレットサービスが動かなかった理由、これ分かっていただけるんではないでしょうか。でも一つ疑問もあるのです。発砲時、周りにもたくさん監修いたんですけど、パニックになる様子っていうのがなかったんですよ。まあ、これ限りなく音を消したそれだったから、 わからなかったっていう話もあるんですけど、果たしてそれはっていう疑惑も今すでに出ています。一枚の印象的な写真が撮られてるんですよ。トランプさん耳に銃がかすめて、シークレットサービスが守った。その後会場から出ていくんですけど、その際に自分は大丈夫だってことをアピールするために、こうやって手を、拳を上げて、民衆にメッセージを発していたんですよ。その時の写真、ちょうど後ろに、 アメリカ国旗が写っている。この写真おそらく今年のピューリッツァー賞撮れるんじゃないかってすでに言われているぐらいアメリカの歴史上最高の一枚になるかもしれない。アメリカ人はこういう話大好きですから。この時点でトランプさんの次期大統領選、当選はほぼ確定したと言っていいでしょう。しかしこの写真あまりにもできすぎてると思うのは私だけでしょうか。つい最近。 大富豪、イーロンマスクさんがトランプさんに巨額の選挙支援をすることを発表しました。まあ、イーロンマスクさんはね、もともと民主党支持者だったんですよね。それが現在では共和党支持、トランプさん支持をつい最近、まあ、表明してるわけなんですよ。今回の事件に関しても、アメリカ史上、ルーズベルト大統領 以来の厳しい大統領選挙だっていうことを言ってましたね。ルーズベルトさんも同じく命を狙われた、まあ、人物であると。まあアメリカにはね、テカムセの呪いって言ってね、ネイティブアメリカンのある州長に呪いをかけられて、一定の周期で不幸な多秘を迎えるっていう伝説があったんですよね。まあこれも解かれてるっていう話だったんですけど、ある時期から この法則がずれて現在に至ってるという話もあるわけなんですよ。予言アニメシンプソンズでは数年前にトランプさんが棺に収められて眠りについている映像っていうのが流されてるんですよ。かのアニメは数々の予言を的中させてきた計画が隠されていると言われている中でこの実現していないワンシーンはもしかしたら2024年彼らが 起こそうとしていることなのかもしれない。そんな中、今回起きたトランプさんの一件は、実はまだ始まりに過ぎないのかもしれません。同じく、あれほど嫌っていたメタ社、Facebook がトランプさんに対する制限を外すということを表明しました。すでに世界はトランプさんで動き始めているわけなんです。 そしてもちろんそれに抗う勢力も存在する。昔 SP っていう日本のドラマで岡田純一さんが主演だったやつなんですけど、あのドラマもある首相のこの安否未遂が主軸となって動いていくんですよ。首相は間一発防漢からの攻撃をかわすんですけど、その時首相はニヤリと笑ったんですよ。それはこれで次の選挙勝ったっていう話なんですよ。今回のトランプさんの一件、 どちらにせよ闇が深いと思います。もしそれが敵対する勢力のものであるんだったらそんなことは決して許されてはいけないことなのです。安倍ちゃんの事件から2年が経った。そして再びトランプさんが狙われています。2024年大統領選挙。果たしてどうなってしまうんでしょうかあなたはどう思いますか コメント待ってます。ということで、ハロー YouTube 下根塚さんのニュースの猫カバーには、今日までドンブカ闇ニュースを送りしました。私も動画の内容が内容だけに、このチャンネルでもし動画が上がってなかったら、サブチャンネルの方で配信続けていきますんで、よかったらこちらの方も今すぐ登録よろしくお願いします。<laughs> ちなみに、サブチャンネルでは毎日平日昼にライブをやってまして、除霊とか霊視とか、 お祓いとかやってます。いや、何のチャンネルやねん。の中でまたねん。あの、<laughs> ニュースチャンネルになってます。あんまー、あ、いや、嘘つけこれ、いけるいける野沢まさこやねこれ、おいっつって。これを、いや、これ、まさこがお母さんってことになっちゃうじゃねえか、これ。オッペーってこと、オッペーはダメよ。いや、むしろいい。 「ディープに使かもアブガディル」「ひとの手料理食べたいな明した